こんにちは田辺聖子の万葉散歩第2章私の好きな万葉集荷より恋の熱情の2回目をお送りしますこの頃の我が恋地から印集め空に猛さば恋の蚊が降りこの頃の我が恋地から印集め 空に猛さば、五位の香が降り。読み人知らず、牧16-3858のこの牧は、面白い歌を取り集めた巻で、後世のレンガや徘徊の本画を思わせる作品が多い。また、詳しい査中のある歌が多く、その作家事情と歌との関連ぶりは、 ちょうど後の代の「伊勢物語」や「大和物語」などの歌物語を思い出させるこの歌も私には後世の教科を思わせるが教科というよりもむしろ川柳世界を示唆するこの間うちから恋のために俺が払い続けた努力というのは大変なもんでその次第を書きつけて功績として上申したら これはもう全く恋の怒りを賜ることだろうって恋に教本する自分の真意をひょいと視点を外し自分で笑ってみせる恋というのは庶民や下級官僚から見れば雲の上え人の貴族であるよほどの功績があるか またはよほど巨額の財産を寄進でもすれば五位の異界をいただくこともあろうがまあ大抵の庶民はそういう上流階級へ昇級する希望は絶たれている原点にはこの後続けて類相化があるこの頃の我が小意地からたばらずは三里司にいでてれえむこの頃の 「我が恋路からたばらずは三郷司にいでてうれえむ」牧「十六の三千八百五十九この頃の俺の恋の骨折りに対してご褒美がいただけないようなら都の長官のもとへ訴え出てやるぜまったく」こういう発想は男性のもので これが女性の口を通すと恋は異界や功績という現実に換算されるものではなくもっと美しくロマンチックになる「恋草を力車に七車、に七積み手楽我が心から。恋草を、力車に七車、積みて好楽我が心から」 牧四の六百九十四茂りに茂る鯉の草それを買ったら荷車に七台も積んでしまった鯉の重荷に苦しむのも皆私の心からなのね作者は広川の多き実穂積みの巫女の孫と言われるが 作者名が分からなくともいかにもにおやかな女の歌に思えるではないかそれに比べると恋の奔走から異界を連想するのは男っぽいがそれだけに切実感があって面白い歌であるこの頃の「我が恋字から印集め空に申さば五位の蚊が降り」。 この頃の我が恋路から印集め空に申さば五位の蚊が降りこれで恋の熱情の2回目は終了ですありがとうございましたなお前回を恋の情熱の1回目とお伝えしましたが正しくは恋の熱情の1回目です お詫びして訂正いたします。ではまた。